トイレがどうしたの？公園のトイレにいつも人が入ってて、あのトイレが開いていたら、しかもずっとこの世のものとも思えない声がしてて。何かあるかもしれないね。悪霊かな。トイレかよ。気が進まねえ仕事だな。順調だ。これはすごく悔いを残したんだろうね。どんだけ紙を使う気だよ。まあまあ、悔いがなくなるまで使ってもらおうよ。吹きすぎだろ。ありがとうございます。これでもう思い残すことはありません。あのままだったら死んでも死にきれないもんね。気持ちはわかるよ。最初に紙があるか確認しとけよ。ということはお前も悔いはなくなったんじゃないか。あ、本当だ。トイレ行きたかったのに。
すればいい。人に聞く前に自分で考えろ。十分暴れただろう。渋谷ラブハチだよ。渋谷のマスコット。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。道は開いた。世界の交番かよ。胸くそ悪いな。後ろめたいことでもしたのか。
やつの痕跡がわかるかもしれない。消えた？いや、まだどこかにいる。このビルだな。入り口を探すか。リンコがいるみたいだな。ダメだ、開かない。いいこと教えてやろうか。意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。上か。
さ。感謝しろよ。なんだ？ついに待望の時事が。今、愛する人はいますか？今年度一番の感動。
あそこから入れそうだな。どこかに凛子がいるはずだ。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。これ凛子さんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。壊れてるのか。開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。ここも閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。あそこに操作盤があるな。おかしな壁だな。こいつ、こんなところに。奥に部屋があったのか。
わせてもらうよ。シャッターが開いたようだな。リンカは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンカは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。何かあるってことだ。むしろ喜べよ。無茶言うな。エーテルに適合した体っていうのは他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原子ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんなんだよ。
してくれないようだ。本当に KK か？直接話して確認したいが、ご存知の通り忙しいんだ。まあ誰でもいい。この調子で救出してくれ。よし、行くぞ。どうなっているんですか？あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。
あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せば。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたから当然だろ。考えた。その意味は死んでも変わらねえな。喧嘩してる場合じゃない。KK、今は凛子さんを守らなきゃ。分かったよ。なんか出やがった。気をつけろ。来やがるな。がいるとなぜ言わなかった。この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えれば分かることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えれば分かるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。経験先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、凛子さん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら、ガキに説教させないでくれよ。KK、凛子さんと何があったんだ。あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら顔を出すのも気に食わねえ。いい感じじゃねえか。
これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。